今日はカルボナーラを作りたいと思います。用意するもの こちらですね、こちら、ペコリーノロマーノ DOP ですね。ね、ペコリーノロマーノ DOP、 かなりドープなチーズですね。でこれがね、古代ローマの頃から作られてたチーズで、2000年前からあると言われてます。2000年前って実は僕生まれてなかったんですけど、そんな昔からあるという歴史のあるチーズです。パスタ用意してください。ガーリック、あと、ベーコン、エッグス用意してください。ここにペコリーノロマーノをこう入れますね。エクストラバージンオリーブオイル入れてください。これキッスの予定ある方抜いてください。僕幸いキッスの予定なかったんで、これ2つ入れてますけど、全然予定ある方抜いて、あ、ちょ、あるわこれ、やばあるやん、やばい、ほんまにやばい。OK、 あ、ちょ、ないわないわ。そうやん、ない、ないの。あ、なかったです、すいません、ちょっとご心配かけました。で、香りがね、移ってきたなと思ったら、ベーコンに若干のメイラード反応を起こします。ここにですね、水の方を、入れますので、ちょっと中日の乳管ちょっと入れ、あ、ちょうは、洗い場や、すいません、洗い場でした。その荒木井端で覚えてて、その荒木井端が中1の乳管だったものですから、ちょっと間違えました。洗い場やね、すいません。モソルト入れてください。ほんでちょっと湯だってる間、あれマインドフルネスするわ。完全に覚醒してた。覚醒しすぎてた。あ、いいね、ちょうど。うん、仕上げに。
いただきます。うん、ベリーうまーば。いや、素晴らしいね。古代ローマの古に合わせて生クリームを使わないパターンのやつを作ったんですよ、あえて。いや、素晴らしいね。いいね、これ。これほんま、チーズの愛のうままに、我がうままに、僕は美味だけを傷つけないやね。愛のうままに、我がうままに、僕は美味だけを傷つけない。太陽が凍りついても、僕と美味だけをいけないで。いやー、ほんまほんま確実にそやな。ほんまにうまいし、ええ味。うまんずええ味。坂東英二、ゆで卵でした。ゆで卵先生、子供心配やから、子供に GDP 持たせてんねんって言ってましたけど、GPS ですよ。その子供に GDP は、荷が重いんで、ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。